はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていこうかなと思っています。本日は月曜日ですね。内閣支持率ですね、ということでね、朝日新聞と毎日新聞が内閣支持率と政党支持率出してるんですよ。これを皆さんと共に喜んでいきたいなと。まあ喜ぶ反面、がっかり反面というかね、五分五分なんですけれども、毎日新聞が3ポイント上がったんです。 17% と。で、朝日新聞が1ポイント上がったのかな、1ポイント上がっての 22% ということなんですよ。まあ、朝日新聞は1ポイントなんで誤差の範囲なのでいいんですけれども、我らの毎日新聞ですよ。毎日新聞がもっと低い数字が出るかなと思ったら3ポイントでしょ。3ポイントになったら誤差の範囲とはちょっと言いづらいわけですよ。なのでね、結構キチキチかなと思ったんですけどね、よくよく考えてみたら3ポイント上がっても内閣支持率 17% なわけですよ。 17% ということは勝ちじゃないですかということなんですけど、まあそこもそうなんですが、やっぱりね、今回嬉しかったのは政党支持率なんですね。ご存知の通り、僕はね、令和新選組の支持者ゴリゴリで推してるわけですよ。で、今回も令和新選組の政党支持率がね、爆上がってるわけです。で、ここ最近もちょっと良かったんですよね。NHK とか時事通信とか良かったんです。特に NHK なんかはね、ぐっと上がったわけですよ。ね、今まで相当低かったんですよ。自民党が高くて野党は低い、その中でもね、やっぱ令和は低かったんです。でもね、上がったわけですよ。おどういうことかと、いよいよ世間の目が、令和を見る目が変わってきたのかなと、潮目が変わったのかなと思いながら、その後の時事通信も上がってましたし、で今回ね、朝日新聞なんですよ。朝日新聞で政党支持率令和ですよ。令和新選組、維新に肩を並べたということなんですよ。イエーイ、うえ、維新ブーですよ。まあ維新はね、維新はというか、維新は当然ね、令和より下になってほしいんですけど、現状は維新の方が強いわけですよ。議員数もそうですし、関西圏では特に強いわけですよね。でもそんな中でもね、令和新選組の政党支持率が維新に並んだと。ということは、政党支持率の上位は当然自民党なわけですよ。で、2番目が立憲なわけです。そして3番目が維新と令和ということなんですよ。公明共産とか国民民主とかいろいろありますよね。そこを抜いて上位3位に入っているということなんです。やっぱりね、ここ最近の令和の支持率すごいよね。ずっとこう右肩上がりは上がりなんです。紆余曲折というかね、上下運動というのはあるんですけど、全体的にトレンドとしてはね、政党支持率は右肩上がりになってるわけですよ。でここ最近もぐっと伸ばしてきてるわけですよね。やっぱり支持層新たなね、増えてきたんじゃないのかなと思って。だから牛歩とかさ、まあ凱旋もやってますし、おしゃべり会とかもやってるで、ここ最近というかこの1年では消費税廃止のデモとか結構各地でやってますよね。パレードみたいな形の賑やかなデモをやってるんですよ。あれも賛否両論あったりとか、令和ローテーションとかいろいろ問題はありますよね。ありますけれども、ここまで支持率がしっかりね、着実に伸びてる政党ってなかなか他にはないと思うんです。ということはさ、批判はあるけれども、それ以上に認めてくださる新たな支持者が増えてるということだと思うんですよね。だから今衆議院選挙あったらいい結果出るんじゃないんですか。比例とかね、いい結果が出ると思うんです。だからこれ、はよ選挙で解散してくれんかなとか思うんですが、まあでも今解散してもね、その政党支持率とか2枚目の投票用紙の例は書く人も多くなってきてるとは思うんですが、まあでも予定候補者が少ないですよね。もっと立ててほしいんですよ。なんかやっぱ少ないんです。比例なのでね、その九州ブロックなら九州ブロック2枚目に令和と書けば済む話なんですけれども、やっぱり選挙区にある程度立ってないと、実際選挙になった時に地元の人ですよね、地元の選挙区に令和が出てないと、2枚目の投票用紙も令和って書いてくれるかなと思ったら、ちょっと厳しいのかなと。書いてくれる人も当然いますけどね、厳しいのかなと思うので、やっぱり選挙区にはね、予定候補者もうちょい今の3倍ぐらいは立ててほしいなというのが僕の実感というかね、気持ちなんですよ。とはいえね、政党支持率がぐーっと上がってきたということはさ、嬉しいわけですよ。そのあたりも含めてね、毎日新聞と朝日新聞を皆さんに共有したいなと思っています。
これは毎日新聞ですね。タイトルが解明進まぬ裏金、政倫審も不発だと、内閣支持率が2ヶ月連続で 20% 割れましたということです。冒頭部分です。毎日新聞は16、17の両日世論調査を実施しましたと。で、岸田内閣の支持率は2月よりも3ポイント上昇、2月は 14% ですね、 17% になりましたと。まあ、ちょっと残念なんですけどね、3ポイント上がったということは、これだけ見ると僕の負けになるんですけれども、令和新選組の政党支持率が上がったということなので、まあ、引き分けですよ。引き分けということは僕の勝ちということですね。で、2ヶ月連続で 20% を下回ったということでね、ありがたいですよ。で、不支持は前回82あったんですが、5ポイント下げて77と、まあ、5ポイント下がったのは痛いんですけど、不支持が77ということは、7割超えてたらほぼ全員だと思ってください。あと、内閣支持率は自民党派閥の裏金事件を受けて、2023年12月に 20% を割り込み 16% に下落、今年1月には 21% に改善したが、派閥の会計責任者らが立件された後の2月には 14% に落ち込んだと。で、自民は再発防止に向けた党則改正などを3月17日の党大会で決定したが、支持率回復の起爆剤にはならなかったと。まあ、そらそうですよね。いくらそのガバナンスコードとかさ、ルールを改定しても、今じゃあね、裏金作ったやつらどう処分するんだと、その処分の話が全く出てこないわけですよ。処分してから、処分した後ですよね、新たにこういうものを作って、今後こういう議員が出ないようにしていきます、こういう派閥が生まれないようにしていきますだったらわかるんですけど、今後こういう派閥は生まれないようにします、罰則設けました、でも過去のことは不問といたしますみたいな態度だとさ、なかなか国民の怒りというのは収まりませんよ。で、毎日新聞の政党支持率なんですが、自民党が 17% ですね。まあ低いですよね、毎日新聞ですからね。で、立憲が 13%、 これ前回よりも 3% 下げてるんですよ。で、維新が 10%、 前回よりも 3% 下げています。で、共産党が 7%、 令和新選組が 6%、 国民民主党が 4%、 公明党 3% ということですね。で、毎日新聞では令和新選組は 6% ということです。で、無党派層が 34% なんですよ。これえらい無党派が少ないわけですよね。7割近くは支持政党があるということでしょ。この状態で自民党が 17% というのはね、結構意外なんですよ。無党派層が少ない時って自民党が高く出る傾向なんです。まあ、毎日新聞だから野党支持者が多いのかなと思ってはいるんですが、それでもそんなに野党の支持率は伸びてないというところがね、というところなんですよね。もうちょっと野党伸ばしていただきたいですよね。で、これは朝日新聞ですね。内閣不支持 67%、 政権復帰以降最高になったと。で、支持率は 22% です。冒頭部分です。朝日新聞は3月16、17に世論調査を実施したと。内閣の支持率は 22%、 前回は 21% ですね。で、不支持は 67%、 不支持ちょっと増えてますね、前回よりも。で、2012年に自民党が政権に復帰して以降で不支持は最高となったと、 67% ですね。で、支持率も2月の 21% に次ぐ最低水準だったと。朝日新聞は1ポイントアップなんですが、まあ、1ポイントはね、誤差の範囲なので、朝日新聞では内閣支持率は僕勝ってるわけですよ。さらに嬉しいのが政党支持率ですね。自民党の支持率は 22% なんですよ。で、その他ということで、立憲 6%、 立憲 6% 低いよね。前回 7% から下げてます。で、維新が 4%、 公明党 3%、 共産党 3%、 国民民主党 1%、 国民民主党ちょっと最近ね、なんか調子悪いですね。で、令和新選組が 4% ということですね。前回 3% から 1% アップですよ。 4% ということは維新と並んでの 4% ですよ。で、あと 2% 上がったら立憲に追いつくわけですよ。そこまでぐーっと令和のね、支持層というのが、令和支持者というのがね、増えてきてる。これはいい傾向だと思うんです。で、朝日新聞は毎日新聞のようにぐーっと低い内閣支持率が出たりとかせずに、逆に富士山とか読売見たり、ぐーっと高い内閣支持率が出たりとかすることなく、だいたい真ん中ぐらいなんですよ。真ん中よりもちょい毎日新聞寄りかなというところだと思うんです。そういうところでね、令和の支持率が 4% って、これは評価していいことだと思います。はい、ということで、今回令和新選組の政党支持率が維新に並んだということなんですよ。で、選挙 .com なんかでは、まあ、政党支持率ですよね、野党第1位を取ったりとかしてるわけです。で、次期衆議院選挙の比例投票先
でも野党第2位を取ったりとか、自民党よりもね支持率が高かったりとか、そこまで令和がこう力をつけてきたわけです。で、伴っていないのは議席数なわけです。まあしょうがないですよね。だから今選挙があると確実に議席は伸ばしてくるだろうなと。そのためにもね、冒頭で言ったようにできるだけやっぱ選挙区で候補者を立てるべきですよ。まあ全部の都道府県立てるとは言わないけれどもね、今よりもやっぱ3倍ぐらいは立てていただきたいなというふうに思うんです。まあ候補者がいないのかお金がないのか分かんないんですけれども、これ大チャンスだと思うんですよ。この1年以内には衆議院選挙あると思うんですよね。だからこの大チャンスに議席を伸ばさないと厳しいですよね。だからぜひね、その令和新選組の党本部の方はね、僕の動画を見ていらっしゃったらさ、今の3倍ぐらいの候補者を立てるためになんとか頑張っていただきたい。本当にね、これは僕だけじゃなくて令和を応援してる支持者はみんな思ってることだと思いますけどね、候補者が少ないんじゃないのというふうにね思ってることだと思うので、なんとかねこのチャンスをものにできるように一生懸命ねお金を出していただきたいなと、候補者の方にね選挙資金ですよ出していただきたいなというふうに思ってます。ということで本日は令和新選組絶好調ですよ、岸田内閣はぼちぼちですよという内容でした。以上です。ありがとうございました。